え、間違ったデータをインストラクトチューニングで学習しても問題解決能力はほとんど変わっていないと。GPT-4 の出力データってのを3.5のターボで学習させれば本当に精度が良くなるのかと。はい、皆さんこんにちは。AI 部長のネタです。本日はファインチューニングについて解説していきます。えー、先日 GPT-3.5 ターボのファインチューニング機能がリリースされましたが、皆さん使ってみましたか 今年の秋には GPT-4 のファインチューニング機能が出てくるようなので今後どうやってファインチューニングを使っていくかというのは仕事でも考える機会が出てきそうです前回ファインチューニングの動画をあげたんですが皆さんめちゃくちゃコメントしていただいて大変ありがとうございます今私は週1回動画投稿してて Udemy も第2弾を作ろうとしてるので、まあ、結構毎日時間なくて大変だなぁと思いながらもコメント見るとすごい感謝されててモチベーションをもらってます で、コメントを読むと、結局、ファインチューニングって使うべきなのかってところが疑問に思ってる人が多そうに感じたので、今日はファインチューニングについて調べたので、そちらをまとめていきます。それでは早速やっていきましょう。はい、最初に、えそもそもファインチューニングって何っていう人もいると思うので、簡単に説明します。え、チャット GPT とかの大規模言語モデルって、大きく分けると3種類の学習がされてると言われています。 え、それが、え、プリトレーニングというものと、え、インストラクトチューニングというものと、え、RLHF ということで、ちょっと長かったので書かなかったんですが、え、リインフォースメント・ラーニング・フ o m ム・ヒューマン・フィードバックということで、人間の評価をもとに学習しているというものになってます。はい。で、プリトレーニングっていうのは、え、日本語で言うと、事前学習と呼ばれてて、これはネット上などから文章を持ってきて、こんな感じで、次に続く単語っていうのを隠してあげて、それを予測する学習になっています。 例えばこれだったら、本日の天気はっていう風うに入力してあげて、その次に晴れ以外の単語を予測してしまったら、モデルの重みが更新されるという感じです。で、それを学習したら、次は、本日の天気は晴れまでを入力として、続きを予測するという感じになってます。で、こんな感じで、文章の一部にマスクをかけて、それを予測するようなタスクを解かせ続けると、なぜか言語の意味だったりとか、文法的な構造とかを学習できるというのが、この事前学習になっています。 で機械学習でモデルを作るときって、そのデータが何を表しているかというラベルを作成する必要があります。例えば画像だったら、これは猫ですよとか、これは犬ですよとか、一枚一枚画像を見て、人間がラベル付けをする必要がありました。 で、これすごい大変な作業なんですけども、言語情報の場合は、先ほど示したように、次に続く単語を隠して、それをラベルデータとして与えてあげれば、いくらでも手に入るので、事前学習するためのデータが比較的簡単に集めることができます。そういったことも、チャット GPT とかが、これだけ実用的なレベルで使えている背景にあるのかもしれません。ただ、事前学習だけだと、ネット上に、例えばこんな感じの試験問題があったとします。 まあ大学入試問題ということで、こんな簡単ではないかもしれないんですが、日本の首都は、アメリカの首都は、フランスの首都はっていうふうな首都を答えるような問題ですね。で、こういった文章をモデルが学習してると、例えば日本の首都はっていうふうに、その言語モデルに聞くと、アメリカの首都はっていうふうに返ってきたり、フランスの首都はっていうふうに返ってきたり、ちゃんと指示や質問にえ答えてくれないことがあります。で、これは事前学習で、次に続く単語を予測してるだけなので、まあこういうふうになってしまいますと。 で、ここで先ほど紹介した2つ目と3つ目のインストラクトチューニングや RLHF という手法が必要になってきます。今回 OpenAI がリリースしたファインチューニングの機能でできるのは2つ目のインストラクトチューニングになります。インストラクトチューニングは例えばこんな感じで指示と回答というふうにしてそれぞれ用意してあげてこの文章を丸ごと入れて学習をさせます。でやってることは事前学習と同じで単純に次に続く単語を予測させています。 で、そうすると、学習したモデルを使うと、例えば、アメリカの首都はっていうふうに質問に対して、回答というふうに書いて、その続きを生成してあげるようにすると、この質問に答えてくれるように文章を生成してくれます。よく新しく公開されるオープンソースのモデルでは、プロンプトの設定が必要になってくるんですけども、それはこの学習させるときに、どういうふうなデータのフォーマットで学習されたかによって変わってくるという感じになっています。 はい。で、前置きがちょっと長くなってしまったんですが、え結局ですね、GPT 3.5ター b o のファインチューニングはやった方がいいのかということです。で、私の意見としては、え言語モデルの出力形式を設定したい場合は、やってもいいかなという感じです。インストラクトチューニングについていろいろ調べてみた結果え、なるほどなというふうに思った2つの検討について紹介していきます。 はい、最初にこちらの研究ですが、これは今年の5月にカルフォルニア大学から公表された、言語モデルはインストラクトチューニングの時に何を学んでいるのかというのを調べた研究になっています。で、なんか図がめちゃくちゃ難しそうなんですが、実験ではインストラクトチューニングやるときに普通に学習した場合と、わざと事実関係が間違っているデータを学習させた場合と、データから意味的な情報を少なくした場合の3種類の予測性能がどのように変わるかというのを調べていました。 で、何やってんのこれってことなんですが、まあ普通に考えると、インストラクトチューニングやるときに、正しいデータを与えると精度が上がるし、間違ってるデータを与えると、まあ、精度が下がりそうに思いますよね。はい。で、結果はこちらになっていて、予想できた人もいると思うんですが、えっと、どのデータを使っても、そこまで精度が変わらないという衝撃的な結果でした。実験は、分類と要約のタスクで行っていて、縦軸が精度で、横軸が学習するデータの数になっています。 で、この赤色の線が正確なデータを使った場合で、青色の線が間違ったデータを入力した場合、で、この緑の線が意味的な情報を除いた場合の結果になっています。緑色は少し精度が低いんですが、赤色と青色はほとんど精度が変わっていません。まあ、なので、間違ったデータをインストラクトチューニングで学習しても、言語モデルの問題解決能力はほとんど変わっていないということになります。 で、インストラクトチューニング自体をそもそもやってないというのが、このグレーのスコアになってるんですけども、それと比較すると、インストラクトチューニングやることで、3つともですね、精度が大きく上がっています。なので、まあ、インストラクトチューニングやると、精度は大きく上がりますと。でただそれは、学習データから何か新しい知識とか能力を獲得してるわけじゃなくて、単純に出力の仕方とか、答え方ってのを学んでいるだけだというふうに考えられています。 最初見たときは、まあ、結構意外だなというふうに思ったんですが、まあ、よくよく考えたら、事前学習で学習したデータ量と比較すると、インストラクトチューニングで学習できる知識量なんて、まあ、ほとんどないようなものだと思うので、まあ、逆に精度がそんな変わらなくても当然かもしれないなというふうに感じました。え皆さんはこの結果についてどういうふうに思うでしょうかはい、続いてはこちらの研究になっています。 でこちらではえ、性能が高い言語モデルの出力データを、性能が低い言語モデルの学習データとして使用した場合に、本当に性能が良くなるのかというのを調べています。例えば、GPT-4 の出力データってのを、GPT-3.5 のターボで学習させれば、本当に精度が良くなるのかというのを調べているということですね。で、このように学習することを、イミテイティングということで、え模倣するというふうに論文では呼ばれています。 でこういう風にえ精度が高いモデルの出力を模倣して学習したモデルっていうのは色々とあってえ、有名どころだとスタンフォード大学が開発したアルパカであったりとかビクーナというモデルがありますで。ビクーナは以前動画で紹介したんですけども、シェア GPT というところにあるチャット GPT の会話履歴をたくさん学習しているモデルになっていて、以前試した時はめちゃくちゃ精度が高くてびっくりしました。 で、評価結果では GPT-4 と比べても装飾がないというような結果が得られていると報告されているんですが、研究では本当にそうなのかというのが調べられています。はい、最初に結論としては、これも予想できた人はいると思うんですが、チャット GPT の出力を模倣したとしても、その模倣データに関連してないタスクにおいては、ほとんど効果がないということがわかりました。つまり、チャット GPT っぽい出力をしていて、 一見言語モデル自体の性能が向上したように見えたとしても、それはチャット GPT みたいに綺麗な出力ができているというだけで、何か問題の解決能力上がったというわけではないということでした。で実験では、ピ、えー、クーナと同じように、えー、シェア GPT などのチャット GPT が出力した会話などからモデルを学習させた後に、言語モデルの問題解決能力が上がっているかというのを評価していました。 で、結果としてはこんな感じになっていて、す、え、べ、ー、てのベンチマークで追加学習する前と比較して精度が劣っていたようです。縦軸が精度の高さを表していて、この青線がイミテーションモデルということで、えー、模倣学習させた場合、で、この黒い点線が、えー、模倣学習させる前の精度になっています。 上の3つは横軸がイミテーションデータの数になっていて特定のタスクにおいてはイミテーションのデータを増やしていくとモデルの問題解決能力が下がっていくということがわかっています。下の3つは横軸がモデルのパラメータ数になっていてこれはパラメータを増やしていくとどんどん問題解決能力が上がっていくというのがわかります。 なので、論文では、結局、言語モデルの能力を向上させたいなっていうふうな場合は、模倣を学習させるんじゃなくて、単純にモデルのパラメータのサイズを大きくしたりとか、そのモデル自体を改良する必要があるというふうに主張されていました。まあ、少し残念な結果なんですけども、言われてみれば、カンニングして、まあ、それっぽい回答を生成できるようになったとしても、頭が良くなっているわけではないというような感じかなと思うので、私は結構納得できる結果かなというふうに思いました。 ただ、えー、面白い結果も出ていて、特定のタスクに特化させて、えー、イミテーションモデルを作った場合は、そのタスクにおいては、えー、精度が良くなっているようです。左上の表が、シ h a r e GPT のデータで学習した場合と、Natural Question っていうデータセットを使って学習した場合の、Natural Question においての予測精度になっています。ベースモデルのスコアと比較して、Natural Question でイミテーションのデータを作成して、学習させてあげると、精度が良くなっています。 つまり特定のタスクに特化させれば、えー、そのタスクにおいてはもしかしたら模倣学習で精度が向上できるかもしれないということになります。これは結構不思議な結果ですよね。 で、ちょっと話が変わるんですけどもえ、最近あったラマインデックスのアップデートでは GPT-4 のデータを模倣学習することで GPT-3.5 ターボの精度が向上したという話もあるので、えもしかしたら特定の文書情報におけるえ模倣学習でより精度がいい Q&A タスクってのがえできるかもしれません。これ結構ビジネス的にも需要がありそうなので、今後ですね、ぜひ検証してみたいなというふうに思ってます。 また、研究では、人間が評価するときの問題点についても書かれていて、人間の評価では、その文章が自信に満ち溢れてて、チャット GPT のように綺麗に構造化された出力だったら、その文章はいいというふうに評価してしまう傾向があるようです。確かにデモサイトとかで何か教えてっていうふうに入力したときに、過剰書きで返ってきたりすると、まあ、なんか良さそうだなっていうふうに思ってしまいますよね。 で言語モデルの能力を適切に評価するには、その文章の内容が合ってるかっていうのを判断できる専門性が必要になるということが書かれていました。ただ、専門性が必要になってくると、まあ、なかなか人も集めにくいかなというふうに思うので、そこら辺が評価する上で課題になってくるのかなというふうに感じます。はい、以上が最新の研究結果をもとにしたインストラクトチューニングの話でした。 まとめると、インストラクトチューニングは、出力形式しか学習できない可能性が高いということで、純粋に言語モデルの能力を向上させたいなっていう場合は、大量で高品質なデータを用意するか、モデルのサイズを大きくするとか、そういったことをした方がいいということでした。一方で、口調とか出力形式は学習できるようなので、例えば特定のキャラクターの人格を学習させたいとか、 あとは、以前紹介した OpenAI のファンクションコーリングのような決まった JSON 形式のデータ構造で出力させるとか、そういった用途ではファインチューニングの機能は使えるかもしれません。注意点としては、特定の分野でファインチューニングすると、他の分野での精度が落ちてしまうということや、学習させるデータを増やしすぎると精度が落ちてしまうということもあるようだったので、ファインチューニングを利用するときは用途によって慎重になった方がいいかもしれません。 え皆さんも何かうまくいった例とか、う、え、ま、ー、くいかなかった例とか、感想があれば教えてもらえると嬉しいです。はい。本日の動画は以上になります。えー、この動画が良かったなというふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。